きこの世に生まれ落ちた希望が見たいから
やいや、もうね、なんかもう緊張してます正直、ただみんな楽しいね。あれや、CD をね、今日持ってきました、いっぱい。ほんで11月23日今治でレコアスさせてもらって、CD もね、まだいっぱいあります。よかったら買ってくださいよ、お願いします。イエーイ、お願いします。泣いても笑っても僕たちが最後なんで、思う存分楽しんで帰ってください。イエーイ。ね、まだまだ未熟なもんでこういうことぐらいしかできませんけど、思う存分楽しめるだけ楽しんで帰れ、バカ野郎。分かったかも、野郎。この、CD に入っとるやつやれますんで、CD 買ってね、CD 買ってね。もう一回言うよ、CD 買ってね。
砂走りアスファルト止まることなく走り続ける。明日の朝が来るまでにお前の眠る街へ帰れる。どれくらい遠くまで来たのか、どれほどの涙を見放してきたのか、どれくらい唾を吐き続け、どれほどの光をもっと出してきたのか。ヘッドライトもその先に小さく見える。ハイウェイの行き交う車も明かりが虚しく思えた。
あのこんなに、ナイスガイな僕ですが、ラブソングというものを作りまして、はい、CD に入ってますんで、あのそれのサビで、ね、聞いたことある方もおられると思いますが、そのサビで今宵はあなたの意のままに、今夜のパーティーは最高。お客さんどうですか？参加しませんか？最高。イエーイ。あの中と最後にサビがあります。2回ありますんで。2回やっちゃう。やっちゃう。オッケー、いいね。ロックの機会。イエーイ。もうこれずっとこれよ。そうね。あのね、サーカスで始まりましたから、はい、パーティーで終わりましょう。イエーイ。パーティーで。何の。最後です。楽しんで帰ってください。どうもありがとうございました。ポップアウトと言います。イエーイ。イエーイ。
よ。あの CD の1曲目、あ、今日もあの1曲目やったんですけど、あの題名ね、ポットマムって言います。題名、この曲の題名、バンド名を題名にしました。まあいろいろ意味があるんですけど、それちょっと最後1曲、イエーイ、マジで、あの演奏片付け荒くたいロックンロールですけど、楽しんで、ロックの好きかい、ロックの好きかい、¡Gracias!